3月27日、川崎市高津区にある川崎市民プラザで、春休み企画、親子のためのプラザで子ども寄せが開かれました。コロナ禍でですね、近隣の小学校で落語家の方を招いての開催が難しいと聞きまして、それならということで当館で真打の方をお招きして楽しみながら落語を体験いただければと思い企画いたしました。春休みに家族で大笑いしてほしいと開催されたこの子ども寄せ、会場には親子で挑戦できる落語クイズの掲示のほか、落語家になりきれるフォトブースなどが登場しました。イベントでは昨年真打に昇進した若手の実力派春風亭流志さんが講座へ上がり、子どもたちにそばを食べる仕草などを指導しました。どんぶり消さないでください、ね、どんぶりここにありますから、ね、この日は子どもにも分かりやすい落語の演目初天神が披露されたほか、発泡スチロールで何でも作るできたくんのパフォーマンスも披露されました。どこが一番面白かったか教えてください。なんか子供が泣いてるとこ、私は団子の蜜をしゃぶり尽くしているところが面白かったです。今後もですね、お子さんを対象にして伝統文化に触れられるイベントを考えていきたいと思っております。